はい、今日はですね、近くのホームセンターでこのねトラックロープを買ってきましたね。太さ12ミリで長さが30メートルって書いてあるんですけどね、これを5メーターの長さをね6本取ってきます。で、2つあるので12本ね。で、この金具を取り付けていきます。はい、まずね、これ開封していきますね。まずはね、これをね5メーターに切っていくんですけど、先端がここと、あとここですね、先端がね。これをじゃあ半分にしていきましょうかね。まずね、これ半分のところね、ちょっとこれバラバラになっちゃうのでね、こういう風に切ったところ一回こういうね火で炙って、ね、バラバラにならないようにね、これちょっと熱いので気をつけてくださいね。こういうね机のところでもこうゴロゴロやってもねいいですけどね、ちょっと熱いので気をつけてもらった方がいいなと思います、ね、で、これ長さ測ってどんどん切っていきたいと思います。はい、今ね先ほどのロープをね30メートルが2巻きあったんですけど、それを5メーターずつに今切ってみましたね。はい、これで2、4、6、7、8、9、10、12本ね。はい、30メートル2巻きのだから60メートルですよね。それで5メートルずつ取って全部で12本ね切りました。で、両端部全部あの火でね炙って、あのバラバラにならないように仮にね止めてありますね。この金具をね先端につけて行きたいと思いますね。ちょっとこの編み方をね説明していけたらなと思ってます。